はい、酒好きな元新潟人の飲酒道です。今回は、黒ビールのね、各社から出てますが、それの飲み比べということでやっていきたいと思います。ね、まずは、最近発売されました札幌の黒ラベルの黒です。そしてまたしても最近発売されましたというかリニューアルされました一番、キリンの一番搾りの黒生そして、こちらはまあ一番この中では、まあ、小山ですかね、アサヒのドライブラックの、ですね、ドライブラックということで、まあ、一番ね小山であるアサヒから飲んでいきたいと思います。サントリーは黒ビール出してないよね。多分ね。いただきます。ドライブラックの原材料名は、麦芽と麦芽エキスとホップと米とコーンとスターチ。アルコール度数が 5.5%。と、この中では一番高いですね。0.5% 高い。他のこっち2つは 5% です。乾杯。あのね、これはね、ほとんどスーパードライです。味が黒ビールっていうか、あのスーパードライですね。あの目をつぶって鼻をつまんで飲むと、あの多分あのスーパードライと、あの謙遜つかないと思います。おそらく多分そういう味わいにしたいんだろうな。これ明らかにね、すごいですね。これ改めて飲んでみるとすごいですね。これもはや黒ビールの、黒ビール感すら、1ミリも感じない、これ、え?っていう。普通に飲んでても、え、これ、スーパードライじゃないの?って。これ、中身見ないでさ、真っ黒、グラスとかに出さないで、普通に中身を、これスーパードライの、パッケージにしたら多分何もわかんないですね。うん。うん。まあ、ほんのり、ちょっとだけ苦いかな。でもほとんど苦味はないですね。スーパードライの、淡麗のキレが、キレっていうか、喉越しと、辛口ドライ、ドライさが非常にあるんで。うん。これは、これは売れねえわ。これは絶対売れねえわ。間違いなく。だって黒ビール人、好きな人って、黒ビールの味をが好きなわけですけど、これ、全然スーパードライの味ですもん、だって。うん、全然黒ビールの味しないよ。マジで。全然しないですね。それでは2番手。札幌の黒ラベルの黒。乾杯。うん。こっちは酸味が強い。うん。明らかに。ローストした麦芽の味がかなりしますね。うん。このコーヒーにも似たこの香りというか、ね、なんで、ロースト感が非常にあります。うん。ただ、
苦味はほとんどないかな。うん、香りはあるんだけど、そのほろ苦い香りっていうのがあるんだけど、実際味としてはほとんどないですね。あ、原材料名。こちら原材料が麦芽とホップと米とコーンとスターチ。アサヒのスーパードライのドライブラックとほぼ変わんないですね。で、これはアルコール度数 5%。 まあ特徴的なのは酸味でしょうか。まあ、さっきのドライブラックよかは、あの、黒ビール感があって美味しいですね。で、最後に、俺が一番多分好きな、これ、キリン、一番搾りの黒生。こちらが原材料名が、麦芽とホップ。アルコール度数 5%。いただきます。うん、こっちもやっぱちょっと酸味があるけど、うん、あの、他とは圧倒的に違うの苦味ですかね。あのコーヒーの苦味に似た苦味が、まあ、ローストされた麦芽というかちょっと焦げてるような、そのロースト香の苦味ですね。ローストした苦味があるんで、コクが強いです。これが一番コクが強いですね。やっぱり一番なんか黒ビールっていう感じが強いのはやっぱこれですよね。一番搾りの黒生、これが一番ですよな。うん、まあこれでも黒生でも、俺が一番好きだったのはあのアサヒの黒生なんですけどね。あの昔数年前にあの終売になりましたけども、アサヒの黒生、そこら辺で売ってる中で一番うまかったけど、あれが終売してしまって、で、キリンのスタウト、一番搾りスタウトに切り替えたんですけど、その一番搾りスタウトまで終売になってしまって、まあ最終的にこれになるんでしょうな。っていう感じですかね。まあ順位的に考えるとやっぱり黒生が一番、2位がこれかな、札幌、3位がドライブラック。まあドライブラックに関してはほとんど買う価値はないでしょう、うん、ドライブラックは2つ星だな。札幌3つ星、キリン一番搾り、これが4つ星ってとこか。うん、ということでご視聴ありがとうございました。